海鮮来ました。ほんでいい、開いてねえ。泉の大社に着いたと思うんですけど、ね、どこから入るんだろう。自転車、バイクはいいんですね、ここでね、置いてきて。どこから入るんだろう。コロナの影響で6時で終わりだったそうです。残念。お、なんだあれ、あれ、お、これは、これはもしかしてすごいやつじゃないか。これは、これは昔の人、大和武尊みたいな人が。お、この建築物もすごいな。これはなんかの絵が、あれですね、これ大学駅伝、ここスタートですよね。もうこう、おお、これぞ、これぞ出雲大社だ。これぞ出雲大社。あー、すごい。駅伝で見、あー、出た出た。出雲大社。中入れないらしいですけどね。残念。ここから。今どこにいるんだろう。ああ、そこで終わりなんだ、うん。バイクをこう置いたんですね。参拝できないんだね。拝殿で終わりなんだ。残念。でもここまで来ただけでもね、すごいっすよ。ねえ。おお、入れない。残念。おお。写真だけ撮っていこう。一級造園施工管理技士の今年こそ合格よろしくお願いします。はい、入れないけど、こうね、周りを見ると、建築物としてはすごいんだろうな。せっかくここまで来たのに。うん。出雲大社。はい。コロナウイルスで、あれだったんだ。8番って書いたけど、残念。これは知らなかった。帰ろう。大学駅伝でテレビ中継してもここなんだな。すごい。すごい作りだね。うん。じゃあ戻ろう。今見えてるのこうだ。さらにあるんですね、うん、神社色々なんだな、残念。せっかく来たのに残念だぜ。ただこの枝ぶりすげえな、これ。枝ぶりすごいよ、これ。本当に樹齢100年じゃないな、1000年とかのあれですね。あ、でもちょっと入れなかったけど、一応ね、願い事を言ってみたんでいいかなと思いますね。残念ですね。
ネットで見たら8時って書いてあったけど、今、現実はね、コロナウイルスで6時だったんですね。現在7時10分です。残念でした。橋がいくつもあって、すごいな、これ。うわ、この苔が生えて、歴史的な作りだね、これね。すごい。これも、はるか昔からあるんだろうな。すごいな。